こんにちは、瀬戸です。今日は一泊二日で宮島をじっくり観光する旅をしていこうと思います。それでは行ってきます。宮島港がすごく綺麗になりました。大人往復、はい、これが切符になります。宮島到着しました。今から2000に登るんですが、先にホテルに荷物を預けに行こうと思います。荷物預けたので、今からランチを食べに行こうと思います。あー、お腹すいた。すごく綺麗です。で、ちょうど光が差してきたのでキラキラしてて、山がすごく綺麗です。着いたかな。アシカさんもいる。Thank you.
になったので今から店に登ろうと思います。山道今獅子岩駅まで来たのですが、結構雪が思ったよりもあって、でロープウェイのお兄さんに山頂まで行きますかねってお伺いしたら、ちょっと危ないとのことだったので、ちょっと残念なんですけど山頂は諦めて、ここの展望台まで今日は行ってみようと思います。
です。さあ、じゃあ今からまたロープウェイで麓まで戻ってホテルにチェックインしようと思います。の山頂まで登ると見どころがたくさんあって、ザ・ミセンっていう大きい岩がこうポンポンって置いてあったり、本当にね見どころがいっぱいだったんですけど、本当にちょっとお見せできなくて今回残念です。またリベンジしようと思います。客室露天風呂から鳥居が見えます。瀬戸内海も見える。あ、しかもバスローブだ、嬉しい。それでは今から近くのご飯屋さんに夜ご飯を食べに行こうと思います。お腹いっぱい食べました。ちょっと夜の商店街を散歩しようと思います。ホテルに大浴場があるみたいなので、今から大浴場に行ってこようと思います。温泉気持ちよかったです。ちょっとゴロゴロして今日撮った写真を見返そうと思います。
テルの朝ごはんを食べに行こうと思います。とてもいいお宿でした。今からチェックアウトして厳島神社に向かいます。くじしようと思います。せっかくなので、厳島神社に行ったのでとても感動しました。綺麗だった。やっぱりあのプルプルの牡蠣は美味しいですね。クリームで、はい、よ。
宮島の旅とっても楽しかったです。2線山頂には登れなかったんですけど、雪と瀬戸内のコラボが見れたのでとても綺麗でした。それでは次回の動画でお会いしましょう。